で、まあ、状況としては、翔太の場が見えてる画面としては、もうロケット、まあ、ディスコード、チャット画面ですね、いわゆる。チャット画面の設定をした後にロケリを開いてるんで、まあもう全面にロケリの画面が出てるっていう状態、あのメニュー画面のところですね。で、達郎が画面共有するのを待っている。はい、っていう状況でございます。はい。はい。では、お二人読んでいっていただきます。はい。はい、行きますよ。では、ダンブリです。33までダンブリです。はい、よーい。スタート。あ、達郎さん、これ見えてますか？ちょっと画面共有。あ、できた。見える。車選んで。はい。じゃあこれで。ハンドルネーム。ゲームに出てきそうな名前縛りっすよね。うん。じゃあ竜の剣で。強そうだね。いい度胸。達郎さんは木の棒。木の棒。弱くないですか。謙遜。もう謙遜だから。弱くない、うん、はい、はいはい、そうか、その次のとこまで、はい、34までこの間一区切りで取ったと、そうですね、そうですね、そうだよね、35、じゃあごめん、じゃあ次のとこまで言う通りに選択してってとこまで、言う通りに選択して、はい、まずカジュアルプレイ、カジュアルプレイ3対3 3対3、はい、はい、そこまでいきます、はい、A ボタン、はい、そこからはちょっとまた少し時間経過、そうです、はい、という程度、これ達の時はここから35から下目線で撮ってたよね、そうですね、 OKOK、 じゃあここで変えましょう、じゃあ動きはこういうことでいきます、はい、翔太に関しては A ポジ下目線、はい、はい、どっち、じゃあやってみよう、では35、36、段取りいきます、はい、はい、段取り、段取り、はい、じゃあやってみます、よーい、スタートで、A ボタン、はい、試合無理っすよ、動し方知らないし、待って待って、この人たちネットの誰かでしょ、いや怖い怖い怖い、下手すぎて失礼だし、いや同じレベルでマッチングされるから大丈夫、みんな下手くそ、え、あ、くそ、あ、取られた、待て、ロケットリーグは車でやるサッカー以上、じゃない、これじゃないわ、あれ、いや、そこです、合ってる、合ってる、合ってた、以上、いや、それ、それだけ、あで、ゴン、あれしようか、そこ、はっきりやられたってちょっと分かりにくいので、これ、ボールが入ったんですよね、じゃあ、それだけ、あって言ったら、敵がシュートゴールっていうシーンです、で、翔太は初めて今球を入れられたので、あれ今やられた、あやられましたよねって言ってくださいね、やられたね、うん、爆風で車が吹っ飛びます、はい、俺これ出るわ、チーム戦でね、3人必要なんだ、 e スポーツ全国大会に挑むのはクラスの人気者翔太、天才ゲーマー達郎、 VTuber に夢中の渡る、ガチのやつ、ガチだよ、ガチガチだよ、ガチです、勝ち負けの向こう側で彼らは何を見つけるだろう、行こう、ナイス、プレイ、勝つとか負けるとかはどうでもよくて、達郎でいい、達郎さん